ワチュセット賞は、南太平洋、ニュージーランドとトゥアモテュ諸島の間に存在したとされる、賞。幻島の一つとされる。ワチュセット賞が記載された1904年の地図、ワチュセット賞が記載された1912年の地図、ワチュセット賞は、ワチュセット号の船長、ランバートによって、初めて報告された。ランバートによると、百九十九年六月四日に、 付近を通過したとされ、産後症であり、南位32度18分整形151度08分、南位32.300度整形151.133度、マイナス32.300マイナス151.133付近であると推測された。また、その全幅は500フィートであったという。その底は、深い灰色で、その周りは深い青色であった。 その深さは5から6ァゾムであると推定された。しかし、当時この報告に対しては何の調査も行われることはなった。2005年版のナショナルジオグラフィックアトラスオブザワールドにおいては、ワチュセット賞はまだ記載されており、その深さは9メートルとされる。しかしながら、その存在は疑問視されている。また、ワチュセット賞の金傍にはエルネストル・グベが暗賞、 ジュピター賞、マリア・テレサ賞、タボル賞ともといった存在しない島、賞が複数報告されていた。ありがとうございます。